福岡県のギャラリーのろぺこです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらは天然石のワイヤーワークの作品です。ラブラドライトです。こちら石の大きさが大きめサイズ2点ありますが、最初にこちらの4点をご紹介していきたいと思います。116番です。紙のモデルさんが割と実物大に近いので上に載せています。116番です。動画の方では光具合などを見ていただけると良いかなと思います。117番。青く光ってます。118番。119番。番号が117番、118番、119番は同じチェーンを使ってあります。こちらの3点は引き輪タイプです。アジャスターはありません。116番は細いチェーンです。こちら引き輪タイプでアジャスターはありません。114番と115番は大きめサイズです。114番です。ちょっぴり赤みがかった感じで珍しいです。カニカンでアジャスターがあります。115番です。引き輪タイプでアジャスターがあります。120番。こちらの1点はラピスラズリー、発色が良いラピスラズリー。ラピスラズリーは9月12月の誕生石です。神秘的なお色が魅力的な石です。ご紹介のネックレスはすべてトップ部分取り外しできます。一つ一つ詳しくご紹介は作家さんの作品ページの方に掲載をしていますので、そちらの方をご覧ください。もう一度撮影します。114番、115番、116番、117番、118番、119番。後ろもよく光ります。そしてラピスラズリ120番です。お店の入荷情報ページは動画に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。また、のろぺこでは常時委託作品も募集しています。詳細はお店のホームページをご覧になってみてください。You can now order from Min Overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop. https://min.com/@noropeco